どうもシップです。バン卓球チャンネルです。今日はね、はい、ちょっとさっきバンちゃんに言わなあかんなっていうことがあって、はい、まだ全然世に出てないのか、はい、でも今日出るから、これが今日出るんですね、うん、あのジュンもおるやん、はい、やめるん、やめるんすか？え、何をやめるんすか？いや、やめんねんて。やめるんすね。うん。やめるんすね。そうそうそう。まあなあ、俺らってなかなかな、結構あったじゃない。はい。はい、まあそれで順も、まあちょっといろいろあって。いろいろあって、うん、やめちゃうんすか？そうやね。まあそんな順に、はい、なんか応援の言葉ですか？うん。出してあげてほしいな。じゅんちゃん、やめちゃうんだね。しまったね、ちょっと。まあ、いろいろあるよ。いろいろあるけど、まあ、まあ、俺もいろいろあったし。確かにね。はい、まあ、僕もいろいろあったし、うん、まあ、あるけど、まあ、何があっても、まあ、どんな道に進んでも、うん、まあ、じゅんちゃんらしく、ちょっと頑張ってほしいなと。ああ、それはね。はい。うん、思いますね。そうですね。はい。めっちゃ悩んだね。なるほど、なるほど。で、もしかしたらこの説明の動画っていうのを出さんのかもしれないんだよね、はい、今一応撮ってるけど、はい、出さん可能性もあるんだよね。ああ、なるほど、うん、でほんま最近聞いたから。ああ、そうそう。でこの東京が俺が来るっていう前に聞いとったら、まあまあちょっといろいろ考えようかってあったけど、はい、もう結構ギリギリに聞いたから。そうなんです。そうそうそう、おーってなって。マジっすか、うん、まあ、どんな形になってもな、うん、まあ、応援するのは間違いなく、応援はしますね、間違いなく、うん、OK、分かった。まあ今からちょっといろいろ行くから、はい、うん、行きましょう。まあちょっと順に届けれるように、はい、うん、やっていきましょう、二人で。はい、お願いします、はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。順今どこおる？今家に。あの前のやつさ、あの、はい、発表しなあかんやつあったやん。あー、はい、うん、あれ一応動画撮った方がいいなと思うから、みんな言った方がいいなと思うから。はいはい、うん、ちょっと来れる？こっち。あ、今からですか？うん。あ、わかりました。準備して。いける？はい。だいたいどれぐらい来る？だいたい、まあ普通に喋る感じで、はい、いいと思う。うん。どうもシップです。ジュンです。今日はね、はい、あの、ちょっとみんなに言わなあかんことな、はい、あって、今までいろんなことあって、発表するかせえへんかとかな、はい、いろいろあったし、ちょっと話してな。そうですね。うん、そうやな、一応もう、長々言ってもあれやし、はい、うん、一応行くか。行ける？はい、はい、うん、まあ。もう言って大丈夫？うん、いいよ。僕なんですけど、仕事辞めました。おめでとう。辞めたんよね。はい、うん、まあ、1ヶ月前ぐらいからもうずっと結構話はして辞めました、うん、突然やったもんな。そうですね、うん、で、どうするじゃないけど、え、どうすん自分みたいな、はいはい、っていうのがまああって、僕は、まあ、大阪には戻ってきたんですよ。福岡の方がやっぱまあ半年くらいかなおったんですけど、まあいろいろ状況があって福岡に行くことになったんですけど、やりたいことがあってまあ大阪に戻ってきたっていう感じなんですよ。卓球に携わることをまずやりたいっていうふうになって、でその中でもやっぱコーチ業をやりたいっていうふうに思ったんですよ。はい、じゃあフリーみたいな感じでやっていくってこと？そうですね、まだその具体的にはいろいろ決まってはないんですけど、これからまあ話し合ってっていうか、まあ、そこもまあ泉くんとかもいろいろ話して決めようかなっていうふうには思ってます。あんまないで。そうですね。そんなあんまない。よっしゃ、フリーやろうかなっていうレベルじゃないもんな。はい、うん、やっぱり大阪ってな、うん。いくらその動画やってるからって、じゃあ動画見てくれてる人が実際に来てお金落としていくかってそうでもないし、うん、それは俺は物販やってわかるやんか。はい、うん、まあ厳しい中やっていく、はい、うん、まあでも俺らはな、店長もいてんねんけど、はい、応援はもちろんするし、できることはな、うんうん、もちろんもちろん、うん、それはするする、はい、うん、逆にだから見てくれてる子とかも応援したってほしいな、はい、うん、もう無理なん分かってるんよ。やる前から。ごめんごめん、うん、これは多分誰が聞いても、はい、
どっかの体の中、これ心の中ではいや無理やでって思ってんねん、はい、でもみんな思ってるけど、そのゴブリンズを見てくれてる人っていうのはやっぱりじゅんちゃんほんま応援してるよって、うんうん、言ったってほしいし、はい、フリーってなかなか関西ではいないパターンになってくるけど、どこに行けば会えるのかっていうのは今後発表になってくると思うんで、そうやな、うん、はい、ちょっと暗い感じかなと思ったしな、もちろんそうですね、うん、ちょっと俺らの悪くせやな、はい、うん、まあそういうことは全然ないし、今後ゴブリンズは、はい、まあそれはもちろん、うん、そうやな、はい、泉くんがいいなら、ああ、はい、なるほどね、うん、そうか、フリーのコーチかバンちゃんの枠あるかな僕じゃなくてバンさんの、そうそうそう、バンのもあるからこれ言わなくて始まれへんかったもん、うん、そうやな、うん、どっかで、ね、そうそう、こっからスタートになる、ね、そうそうそう、まあやっと言えたみたいな感じやしな、はい、うん、まあこれが東京行って、うんうん、ペラペラ言うつもりはないし、はい、うん、他の人も言うつもりも全然ないから、これ発表したと時ぐらいに、まあ、ドッキリみたいなな、まあするって言ってるし、はい、うん、そうですよ、予告ドッキリっていうパターン、あ、そう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 、うん、うん、お前卓球界干したろうと思って今から卓球界頑張ろうって頑張ろういうやつ干すの こんにちは、じゅんくん、こんにちは、レッスン、コーチとしてやられるということで聞きました。いやもうこれからいろいろ大変なことあると思いますけど、ぜひ頑張ってください。はい、じゅんくん、多分ね、大変だと思うんですけど、逆に、関西とか行った時は、何か全然手伝えることあれば、全然手伝うんで、頑張ってもらえたらなと思います。またね、一緒に動画撮れたらなとも思いますんで、応援してるんで、頑張ってください。じゅんちゃん、会社辞めるって。で、プロコーチになるって聞きました。そこら辺のプロコーチになってほしくないな。今までこうね、もう見てきて、見飽きたものじゃなくて、純ちゃんなりの、純ちゃんしかできない、純ちゃんのアイデアがポーンと入った、その唯一無二のプロコーチになってほしいと思います。本当に一プロコーチにはならないでください。これぞ大東純だっていうプロコーチを見せてください。頑張れ、純ちゃん。純くん、頑張ってね。また卓球教えに来てね。せーの、バイバイ。じゅんちゃん、どうも、マナリスです。なんか、仕事辞めた。もう嘘やろ。大丈夫、うん、なんか心配あったらね、うん、僕好きはおごるから、はい、よろしく、頑張ってね、じゃあね、バイバイ。じゅんさん、卓球コーチ、頑張ってください。多分今誰ってなってるかもしれないですけど、陰ながら応援しております。じゅんちゃん、初めまして、チームゼロの大輝です。この度は独立おめでとうございます。いつかどっかでお会いして一緒に卓球ができたらなと思いますので、ぜひ頑張ってください。応援してます。じゅんくん、久しぶり。まあ仕事辞めてフリー、まあ俺もちょくちょくできてるから、じゅんくんでもできると思います。困ったら俺が卵焼き作るんで言ってください。じゅんちゃん、はじめまして。チームゼロの浅井です。体に気をつけて頑張ってください。今度東京に遊びに来てください。待ってます。おどす、純ちゃん、久々。これからフリーのコーチになるって聞いて、大変なこととか辛いこととかたくさんあると思うんですけど、まあ、人生の選択肢ってやるかやるか二択だと思うんで、ぜひ純ちゃんの持ち前の明るさとか、まあ、楽しくやっていってくれたらうまくいくんじゃないかなと思います。またどっかで一緒になった時にはぜひ対戦しましょう。頑張ってね、純ちゃん。頑張れ、じゅんちゃん、頑張れ。じゅんちゃん、頑張って。じゅんちゃん、頑張って。俺もやけど。じゅんちゃん、フリーランスコーチ、頑張れ。じゅんちゃん、頑張れ。じゅんちゃん、頑張れ。じゅんちゃん、いろいろ大変だと思うけど頑張って。これからもね、プロショップ平野店はじゅんちゃんとゴブリンズのこと全力で応援しますんで、一緒に頑張っていきましょう。やめた、仕事やめた。あ、そう、卓球やる、レッスンやる。そう甘くないです、正直。でも、まあ関西でね、純くんのレッスン受けてすごく良くなりましたって声が東京にも届いてきたら認めます。それまでは把握しばって簡単に諦めずにやりきってください。で、やりきってダメだったらやめたらいいと思うので、やりきったと胸を張って僕に言えるまではやりきってください。その代わり大阪で一緒に講習会やりましょう。頑張って。ということですよ。
なるほど。辞めるのは会社を辞める、はい、焦るっすよね。普通に焦るっす。ゴブリンズ辞めるんだと思ったっすもん。うんうん、あ、急にだよね。急になんすね。うん、だって東京来る前ですか。東京来る前、急に大阪帰ってきて、はい、何も知らずっすか。何も知らないいきなり何も知らないやば、ほんまに湯気によって撮影しとって、じゃあ湯気似てるんですかって連絡来て、はい、あ、そうやって言ったら今から行きます。なんでこれのやばそうそうそうで、ちょっと戻ってきて、で、協会登録のことの話しなかいな、はいはい、で、どうするのって言ったら、いや、福岡でしますって、はい、あ、そうな、僕頑張りなって頑張りますって言って、さあ帰ろう、ご飯食べに行こうって時に、ちょっと待ってくださいみたいな。え、何だ急に言ってたって、僕ね、会社辞めたんすよ。辞めた辞めるじゃなくて、辞めたなんすよ。何なのさっきの協会取る話。なんか順にアドバイス、独立した身として、アドバイス独立した身として、うん、いや、やっぱでも人当たりいいんで、純ちゃん、うんうん、だからもうコミュニケーション取れるし、うん、もう人当たりもいいんで、まあ、でもそのままやってくれれば絶対売れるコーチになると思いますからね。しかもなんか教え方も一回やったじゃないですか、うんうん、あの時も見ててもめっちゃ熱心だし、ね、丁寧だし、うんうんうん、あれは結構いいと思います。あ、そうね、教え方自体はよかった、ちゃんと手伝ってやってくれるし、うん、そうか。だってなんていうの、もともとその卓球場で勤務してから独立っていう話っていっぱいある、うん、確かに確かに。そうじゃないもん、あいつは、はい、なんかもう動画やって独立やから、確かにちょっと異色やから、異色っす、うん、そこの部分でな、うん、どうなんや、めっちゃ不安やと思うし、はい、うん、最初やっぱちょっと緊張しますよね、うんうん、僕も全然話せなかったっす。ああ、そう、はい、まあ、だからそれでな、今日来るか来えへんかってあってんけど、はい、まあそっちのことをまずやるんだったら、確かに確かに、うん、もう遊んでられたけど、うんうん、そっちは重要ですね。そうそうそう、大事大事。あの東京で出会った人にこう純ちゃん頑張れみたいな、うん、あの結婚式に流れそうな、うん、あるやん、 ありますね、うんうん、あれみんなちょっと撮っていこうと思って、はい、純ちゃん頑張ってみたいな、うん、いろんなやつめっちゃ嬉しいじゃん。そうそうそう、言ってないのよ。あ、言ってないですか。そうそうそう、でも俺純にドッキリかけるって言ってんのよ、はい、うん、これがドッキリなんや。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、嬉しい方の、うん、なるほど、やろうと思って、まああの先輩の浜川おったりとか、確かに、うん、いっぱい今日は会うからさ、うんうん、まあ、それちょっとやっていこうかな、はい、協力してもらえたらよろしくお願いします、はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。